回は立って揺れるだけなのに全身の体幹が鍛えられて有酸素運動効果もあり、腹横筋が鍛えられてお腹周りがスッキリして全身の血流が爆上がりして、リンパマッサージや鼠径部のマッサージなしでも下半身の血流が上がるので ED 尿漏れ便秘改善、ダイエットにもすごい効果的です。一緒にチックタックやっていきましょう。今回少しポイントがあります。一つ、息を長く吐いてください。で、二つ、体の姿勢をねまっすぐにできるだけ保ちましょう。まずチェックします。足を開きましょう。手を腰に当てて体重移動をしてみてください。この時に体重移した瞬間にお腹周りに力が入って硬くなっているでしょうか。これが今回のポイントになります。じゃあ1種目目やっていきましょう。まずは腰に手を当ててスマホ見ながら体重移動です。交互に体重移動をしながら体幹を鍛えていきます。できるだけ動きが速い方が体幹に力が小刻みに入りますから、できるだけね早く動くイメージでやってみてください。今回の動画はね有酸素運動効果もありますから脂肪燃焼にもすごいいいですよ。やっぱ普通にね歩いててもあんまり体幹鍛えられませんから、このようにね別でやる必要があります。1種目ねちょっと45秒長いんですけども、これは有酸素運動と思って頑張っていきましょう。交互にねウエスト力入ってると思います。よし、 OK。次は内股です。できれば膝を伸ばして、これで交互に揺れます。今度はお尻を持ってください。お尻の後ろ側ちょっと押さえてみてもらうと交互にね力が入ってると思います。内股にして揺れることで中殿筋という部分が鍛えられます。この部分はね体幹支えたり骨盤がね揺れるの揺らむのを支えてくれたりします。すごい大事。ここが弱るとねお尻が真四角になったりお尻が突き出たりいいことがねないんですよ。なんでここをしっかりね鍛えていきましょう。こう胸張ってね、できれば内股、結構きついよね、結構ケツくるこれ。うわっ、OK、結構ケツに効いた。でもウエストもすごい効、ね、いてるからね。今度はつま先開いて一緒、手は腰、まずちょっとね違う部分に効いてくるよ。今回は大殿筋、お尻、ウエスト効いてるよ。交互に揺れる。結構このね膝伸ばして体重移動するとももにも結構グッと力が入るから太もものねエクササイズにもなります。最高です。いいよその調子。単純にね歩くとかよりもねやっぱりこういったね鍛えられて有酸素になる運動が一番いいよね。やっぱりねスマホ見ながらねやってみてください。テレビで見れる人なんか最高だよね、大きい画面で見れてね。あーしょっけ。で今度つま先をまたまっすぐです。今度はけんけんしたら交互に体重移動、床をクックッと押したら反対足、今度は少し膝曲げていきますよ。今度はももの尻をね使っていきます。クックックックって感じで、いいよいいよ、床を踏む、床を踏むのねもも鍛えられますからね。やっぱりしゃがんで立ち上がるっていうのも床を踏むっていう意識ってすごい、ね、大事です。どうぞいよいよその調子でいきましょう。グッグッとね、グッグッ、いい感じいい感じ。どんどん脂肪が燃えてきてますからね。よーし、オッケー。じゃあ今度は片足を外に回してつく、外に回してつく、少し膝曲げたまま、少し膝曲げたままで股関節を回してお腹引っ込めながら足を抱えてよ。これで反り腰解消ができます。お尻を締めながらお腹をへこませて股関節を回す、これすごい大事なんです。
ぱりね、股関節よりも足を高く上げることって日常的にあまりないと思うんだけど、これが腰を丸める運動にすごいいいです。腰を丸める運動ができて腹筋が鍛えられたら胴体をすっきりしてきます。よーし、 OK。 はい、そしたら今度はね、手を伸ばします。このまま交互に揺れます。いくよ。始めよりもちょっと早くね動けると思う。手を下に伸ばす感じで足をね少し浮かしてます。これでお腹を引っ込めたままで、もう尻を締めてこの辺をしっかりねカチッと固めてみる。くー、結構きついよね。これで息を長く吐いて、これだけでね、本当にこの1種目でねめっちゃ腹筋効果あるからね。1,2,3,4,5,6 って腹筋鍛えられてるんで、これ何秒だ、45秒で多分ね2,3,4,4倍ぐらいやってるよこれ。 OK、 おっしゃ。さあラスト、こっから膝曲げて腰を丸める。ふう、緩めてお尻を締める。しっかりお腹をね、ぐっとお腹を収縮させる。ぐっ、一回ずつ。ふう、おへそを上向けるイメージ。この運動がね、お腹周り引き締める基本、ドローインっていう動きになってくるから、これ絶対に見つけてください。お腹が大きい人ほどしんどいけど、引っ込める力はすごいですよ。 OK。 もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。